第35回 NHK 紅白歌合戦は1984年12月31日に NHK ホールで行われた通算35回目の NHK 紅白歌合戦21時から23時45分に NHK で生放送されたとのステージは異様なほどの興奮に包まれ語り継がれている人気絶頂だったこの年3月とは 普通のおばさんになりたいの流行語と同時に突然の引退を宣言。ラストステージとなる本紅白では引退の花道として大鳥を務めることになり、本紅白は例年以上に注目を浴びていた。との歌唱前、鈴木が講師に司会者としての言葉はいりません。人生の先輩として言葉を送ってあげてくださいと述べ、講師が両目に涙を浮かべながら、 デビューして20年、満開のまま散りたいという、宮古晴美さん。宮古晴美さんは、デビュー20年、そして紅白出場も20回です。そして今夜のこの紅白を、最後の花道として、歌手生活に別れを告げます。あと、十何分間で、北村晴美さんです。20年間ありがとう。さようなら、全国の皆さん、夫婦坂ですとの曲紹介に送られ。 とは大歓声のステージへと降りていった。とは、大鳥曲だった、夫婦坂を涙をこらえて歌い切るも、歌唱終了直後に一礼したまま感極まって顔を上げられなくなり、会場からは、バレばかりの拍手が30秒以上にわたって続いた。そのうち会場からは、アンコール、アンコールの大声が鳴り響いた。この時、鈴木は、泣き崩れそうになり、 立ち尽くしたままの戸に同意を求め、紅白史上初のアンコールが行われ、オーケストラは、戸の代表曲、好きになった人を演奏。戸は1コーラス目では、大粒の涙を流したまま声が詰まって、全く歌えず、他の歌手たちが戸を囲んで、大合唱。2コーラス目には、鈴木や高主たちの最速もあり、戸は、最後の力を振り絞るように声を震わせながら、歌唱した。 このアンコールが起こった際に、鈴木が発した、私に1分間時間をくださいの句を含むスピーチは、放送史上に残るもので、次の通りであった。皆さん、皆さん、ご静粛に願います。皆さん、ご静粛に願います。私の話を聞いてください。はるみさんのために拍手と涙をありがとうございました。全国の家庭でもおそらく、こういう光景があろうかと思います。 その拍手と涙は、晴美さんのアンコールを期待している声だと私は理解いたします。しかしです皆さん、皆さん、私どもは一度そのことを、晴美さんにお願いしました。しかし、晴美さんは今の夫婦坂で燃え尽きたいとそうおっしゃって、すべてを拒否なさいました。練習もしてません。キーも合わせてありません。ということは、プロ歌手としては歌わないということです。 しかしです。私に1分間時間をください。今、交渉してみます。交渉してみます。ちょっと待ってください。はるみさん、はるみさん、あなたが燃え尽きたのはよくわかる。ねだけどもこういう状態です。一曲歌う気力がありますか一曲歌う気力がありますかお願いします。お願いします。いい、いかがですか歌います。お待たせしました。 これが、宮古晴美さんの最後の曲です。皆さんどうぞ一緒に歌ってあげてください。練習も何もしてない。その点どうぞご容赦願います。お許しください。どうぞ。さあ、晴美ちゃん行こう。鈴木の行為は当時司会の逸脱が過ぎるとの批判も受けたが、この、私に1分間時間をくださいは、当時の流行語となり、後に放送誌に残る、名文句の一つとなった。 実際は一連の段取りについて、鈴木本人やスタッフは周到に計画していた。当初、番組の中盤にとが、夫婦坂を歌い、大取りの歌唱が終わった直後にアンコールに答えてもらうという計画があった。しかし役員待遇の鈴木は、紅白の選曲はあくまでも一人一曲であり、将来の選曲方法に影響することを危惧して、この計画に反対。ただし、 大トリデトが夫婦坂を歌い、そのままアンコールに答えてもらうのは、問題がなく、自然な流れであると提案した。この、鈴木の提案が採用され、スタッフは都にアンコールに答えてもらえるよう交渉を行ったが、とは夫婦坂一曲に集中したいとの願いから、この申し出を堅くクに拒否。しかし、スタッフは諦めることなく、台本は夫婦坂を歌い終わった後の部分を、 3分間の空白のページにした。スタッフは、もしトさんが歌えなくても、集まっている、出場歌手で合唱とすれば良い演出になるだろうと、踏んでいた。当初、鈴木の交渉は、本番直前に行われた、投資リハーサルで決定されたが、この時点では、両軍歌手リーダーとバンド式の段池田に交渉することになっていた。ところが、本番になり、 鈴木は突如直接と本人に交渉する。なお、私に1分間時間をくださいの1分間とは、都に交渉し始めてから好きになった人の演奏が始まるまでの時間で、事前に鈴木が計算していた。今回の出場過程数を20組に減らしたのは、都のさよならコーナーを制作するためとの推測も流れていた。あんこ椿は恋の花。 第16回での初出場時に歌唱した涙の連絡船、第27回での初赤組取り及びを取り、担当時に歌唱した北の宿から、本紅白直前の12月21日に発表した五木ひろしとのデュエット曲、二人のラブソングなどをメドレーで歌唱するのでは噂されたが、実際は夫婦が一曲であった。とに対抗する白組取りについては、 日本歌謡大賞と日本レコード大賞を受賞した長良川演歌を持つ樹と日本作詞大賞を受賞した北野蛍を持つ新一による事実上の一騎打ちとなった。最終的に都と五木は同期で親しい間柄だが、ここ数年における都の対抗者が新一ということが決め手となって新一の起用が決定した。本放送終了後には都を送るべく、 出場歌手一同によって、あんこツバキは恋の花の大合唱も行われた。1994年に思い出の紅白歌合戦で本紅白が再放送された際、その模様も特典映像として放送された。とは5年後の第40回に出場し、これを機に歌手活動を再開させている。本紅白から10年後の第45回では今回以来の大取りを務めた。 大鳥の異様な雰囲気が続いた状況の中、産む方は、もっともっとたくさんの拍手を美空、ミソラ、ミヤコさんにお送りしたいところですが、何分限られた時間です。審査の特典の集計に入りたいと思います。と、との名前を、ミソラヒバリと言い間違えてしまう失態を演じ、またこれにより、鈴木の、私に一分間時間をくださいの名フレーズも、吹き飛ばしてしまうほど、各方面で大きく、 話題となり、さらにはその言い間違いが NHK 内外を問わず問題視されることとなった。との一見以外にも、今回はハプニングや舞台裏の様子が何かと注目された。出展は読売新聞。BS の整理統合及びそれに伴う番組編成の見直しにより、第61回をもって終了。講師はこのまも、幾度か赤組司会の候補に上がっていた。 郷田道人、紅白歌合戦の真実。郷田、紅白歌合戦の舞台裏。郷田、紅白歌合戦の真実。週刊女性1984年11月13日号、38ページ。週刊平凡1984年9月号、28ページ。週刊現代1985年1月号。郷田、紅白歌合戦の真実。 アリータヨシフ、歌や宮古春美文芸春秋、1997年、224ページ。ISBN4 から16から74万 3802X。これまでオリンピックのメダル獲得者は競技と無関係の場への登場を良しとしない、日本体育協会の意向から審査員に選出されることは皆無だったが、このロサンゼルス大会より、 オリンピックの商業化が進行したことから審査員企業が解禁された。審査員やゲストとしてはその後も出演があった。鈴木健二紅白、私に1分間時間をくださいは出任せだった、ニュースポストセブン。 2013年12月29日,日 http <ス記事>コロンスラッシュスラッシュニュース .amelba.jp スラッシュ20131229-213スラッシュ女性セブン2014年1月9日16日号、こうだ、紅白歌合戦の真実、168から169ページ。こうだ、紅白歌合戦の真実、168ページ。それから約30年後に、高田は、 2015年8月8日放映の思い出のメロディーへ NHK のステージに久々音楽番組の生出演を果たし自身のヒット曲ガラス坂と私はピアノの2曲を披露したこの中には7代目玉谷昌平もいた読売新聞1984年12月22日付夕刊、6ページありがとうございます